ら花束のお嬢さんがリングの下に下がりました。両選手の紹介をお聞きいただきましょう。アブドラザーブッチャー、ディフェンディングチャンピオンのアブドラザーブッチャー、決勝進出の一番手になるかどうか。ブッチャー念願の初優勝へ、今夜は全力投球です。ジャンボ鶴田であります。自信満々の表情。さあ山田さん、いよいよ始まりますけれども、いやそれにしましても先ほどの対決でこのアブダラボッチャーが胡椒を放送席にばらまきましたね。すごいですね。私はもうまともに口の中から鼻の中から全部この胡椒でまみれてしまったんですけど、山田さん大丈夫ですか放送はね、まあ、とにかくね、あの奇襲攻撃ディック・スレーターがまともに食って、はい、その煽りを放送席が食ったわけですがね、はい、なかなかブッチャー巧妙な作戦ですね。長年このプロレスの放送をしてますけれども、胡椒を巻かれたのは初めてですね。そうですね、ちょっと参りましたね。まあ、それにしてもね、それにしましても公式戦ですので、一つ中継の方でお楽しみをいただきたいと思いますが、思えばこのジャンボ鶴田とアブドラザブッチャーの対決は去年のチャンピオンカーリバンの決勝戦、ともにまあ昨年は24点で優勝決定戦で顔を合わせたわけでありますが、おっと早くも地獄突き。アブドラザブッチャー13分14秒、両者リングアウトの後延長戦でとうとう2分11秒、ロープ最上段からのエルボースタブをこのアブダラズブッチャーが今見せました。地獄突きで一発で返しまして、結局はフライングエルボードロップでアブダラズブッチャー優勝でございます。そういういきさつですね山田さん。そうですね、まあ、鶴田君にとってはね、非常に恨みのある相手と言っていいでしょうね、はい、そうですね。しかしあのブッチャーが今日ね初戦で見せたあの地獄突き、鶴田君のあの左の脇腹というよりあばら骨のあたりを狙ってます ね、そうですね、明らかに、はい、しかしまあこのジャンボ鶴田にとりましては恨み骨髄の相手、いやジャンボ鶴田だけではありません、全日本軍団それからテリー軍団、アブドラザブッチャーの他の選手はもうみんな敵でありますけれども、しかしこの今回のチャンピオンカーニバルもまだこのアブドラザブッチャーに黒星をつけた選手は誰もおりません。あの温帯ジャイアント馬場にいたしましても、それからテリーファンクにいたしましても、共に両者リングアウトにもつれ込みました。しかしまあこのジャンボ鶴田あたりがこの黒星をつける一番手候補と私は思うんですけれども、しかしまあ今年のチャンピオンカーニバルのこのアブドラザブッチャーの馬力というのは凄まじいですからね。そうですね、もうとにかくね後ろ姿を見てても何か自信に満ち溢れているという感じですね、はい、そうですね。ということはこのチャンピオンカーニバルではこのアブドラザブッチャーからピンフォールを奪うというのは不可能に近いですか山田さん。いやそんなことはないでしょう、はい、これはもうなんとかねヤングパワーの代表のね、鶴田にやってもらいたいですね。なるほどね、コブラツイストに行きました。接近戦を自分から挑んでおりますジャンボ鶴田、この密着プレー接近戦は作戦としてはどうですか。これはねある程度いいと思いますよ。はい、大きく大きなお尻腰のバネ、凄まじい腰のバネで一発で跳ね返しました。鶴田の方が今度はもんどり打ちまして腰を打っております。やっぱりねこういう土壇場の戦いになってくるとですね、鶴田君があんまりね自分の得意技をうまく生かしてやろうとか、はい、そういったことを考えちゃダメですね。あ、なるほど。もう流れに逆らわず自然体で戦って、ほんの一瞬の隙を掴むということがいいと思いますね。なるほど。バックからの攻撃、2パットを見せました。背中越しの攻撃、おっとリバウンドを利用してますね。意外に効いてますね、効いてますね、いわゆるカウンター打ちです。大きくロープに放って、そして帰ってくるところ思い切って弾みをつけましての2パットを見舞いました。そこへエルボーバット、これはいい攻撃だ。新しい攻撃法ですね、はい、巨体が沈みます。140キロが徐々に沈んでまいります。アブドラズブッチャーです。やっとサードロープで支えられましたブッチャーです。今のところまだ流血はありません。四角いジャングルの戦いを挑んでおりますアブドラザブッチャー、ね、なんとしても、はい、鶴田君があんまりルールに忠実にやってもダメですよ。なるほど、そうですね、巻きすぎちゃダメなんです、はい、とにかく少々レフリーに止められるぐらい、果敢に攻撃してほしいですね、はい、カウント5の使い方が非常に大事になってまいりますね。そうです、そうです。さあ今度はギザギザの額めがけまして、ジャンボ鶴田が思い切って優勝への道になるかどうか。右の拳打ち、平手打ちではありません、これは完全にルール違反だが、思い切って拳で打つ。どうやらこの大津のお客様はジャンボ鶴田へのコールをしているようです。いやこういうね、あんまりレフリーがねはっきり見てるときはあんまり暴走しない方がいいですね。あ、そうですか、こういったときがまだ若いですね。なるほどね。このチャンピオンカーニバルには連続7回出場しておりますこのジャンボ鶴田、今年29歳になりました。まあ、先ほどもちょっと お聞きいただいたんですけれども、ジャンボ鶴田、チャンピオンカーニバルの優
勝はいわゆるエースの勲章ですからね、そうなんですね、どうしても欲しい初優勝の座であります。少し淡々とこの初優勝の座を狙っております。今までのところ負けがありません、ジャンボ鶴田。しかし地獄突きに行きました。思い切っていく、突進する、アブドラズブッチャーの5本の指、思い切って喉元を捉えて、そして場外に送り出しました。場外に送り出しました。アブドラズブッチャーのすごい形相だ。またしても放送席の目前で試合は行われているが、さあ放送席へ突進。すごい勢いで突進してまいりました。鶴田の表情、顔面も完全に歪んでいます。アブドラズブッチャーの目は生きている、ジャンボ鶴田の目は死んでいる。さあブッチャーが行く、ブッチャーが思い切って突進だ。凄まじい表情でリングサイドのお客様の中で割って入りますが、さあここで地獄突きを一発かませました。さあそして素早くリングの中に入りますのはアブドラズブッチャーです。ブッチャーが早くもリングの中に入りました。カウントアウト負けというような最悪の事態も考えられますこの対決でございます。アブドラズブッチャーは非常にポジションを確かめておりました。リングの中に入りました。もちろんここで勝ち点2を奪えば単独トップに躍り出ることができます。もうチャンピオンカリバルも非常に長いロングサーキット終盤を迎えております。大津大会のリング上でございます。果たして決勝一番乗りはこの鶴田かブッチャーか。今のところテリーファンクは16点、ジェイアントボバが現在のところ13点、そしてディックスレーターが13点と続いております。山さん、今日のね、ブッチャーの目が全然違いますね。そうですね、ものすごく大きく見開いて、はい、完全に正確に狙ってますね。眼光鋭いですね。鋭いですね。さあまたしてもものすごい形相で、喉を締めに行きました。もう全身を使っての喉攻めであります。アブドラズブッチャーすごい形相だ。まだ今夜流血はありません。ジャンボ鶴田の方のダメージが大きいようだ。口の中に手を入れました。もう今ね、首を締めながら自分ではね、はい、セカンドロープを噛み締めてましたね。本当ですね、さらに力を加えようというような激しい闘志ですね。そうですね、この優勝へ明らかに執念を燃やしておりますアブドラズブッチャーです。さあまたしてもすごい形相でジャンボ鶴田に近づいた。どうしてもこの放送席の周りから逃げることができません。さあ放送席の上に、あーっとジャンボ鶴田を乗せて、その上からカバーだ、リングの外でカバーだ。ものすごい闘志、アブドラズブッチャーのすごい形相だ。さあ抑え込んだ、ミシミシという放送席が壊れた、放送席とうとう壊れました。両選手の体重およそ両者合わせまして300キロぐらいの体重がかかりまして、とうとう放送席が完全に破壊されました。公式戦の30分一本勝負、大きな優勝への登竜門のこの大津大会、しかし鶴田もかなりダメージを受けながら、さあ明けなき闘志でまた正面から追いかけるが、ロープを間に挟みましてヘッドバット攻撃。さあアブドラズブッチャーのヘッドバット強烈、至近距離からのヘッドバットが効きますね。そうですね、しかしここはもう正念場ですからね。そうですね、なんとか踏み答えてもらって、はい、過去のこのアブドラズブッチャーの対決でこのジャンボ鶴田は、髪の毛で隠されておりますけれども、額に長さ5センチぐらいの傷が残っています。そうですね、さあこの傷を思い出してもらいたい鶴田。鶴田頑張れ、鶴田が行くかどうか。さあリングの中におりますのはあくまでもアブドラズブッチャー、非常にいいポジションを占めています。全くリング外でおっぽり出すのはもう一方的にブッチャーですからね。そうですね、投げ出されるのはジャンボ鶴田だ。今のところちょっとこれまでの判定を見ますと鶴田危ういといった感じがいたします。しかしね、まだまだね、はい、若いんですからね、ここでね根性を出してほしいですね。ひるんじゃいけませんよね、スタミナはまだあるはずですよ。鶴田には若さがありますからね。そうですね、さあこのブッチャーは流れた、過去にも投げたことがあります。すごいブレンバスターを見せました。しかし体重の上との重いアブドラズブッチャー、それほど落差はありません。140キロのアブドラズブッチャー、そして今回は一回り大きくなって来日しております。さあそしていいポジションを取りまして、エルボードロップ、これ連続して攻撃仕掛けてもらいたい。ドリーファンクジュニアのようなエルボードロップ連続攻撃、ドリーがよく見せる技だ。よく盗んだ、さあ行く、もう一回行く、すごい波状攻撃を仕掛けました。そのままカバーの体勢を抑え込んだがダメ。いやいや、このブッチャーのこの闘志、やっぱりね、ブッチャーはじっくり見てますね。はい、そうですね。さあまたしてももう何としても山さん、攻撃の手を休めちゃいけませんね。ジャンピングニーパット、これは前のめりに倒れた、チャンスが訪れた。カバー、鶴田は初めてのカバー、どうだ、あーっとブッチャー返しました。今ね、なかなか額の正面にね、うまくヒットしたんですがね、もう一息ですね。そうですね。さあ今度は脳天不意打ち、あーっとこれはものすごい勢いで効きました。これは完全にパーフェクトに決まってますね。決まってますね、はい、そのままカバーの体勢、カウントがワンツー、あーっとロープに逃れます。
しぶといですね、はい、初優勝を狙っておりますジャンボ鶴田。鶴田は今夜のこのアブドラズブッチャーの試合を含めまして2試合でありますが、この試合の後ディックスレーターという相手が残っているだけにね、そうです、もうね相手がね残ってる相手がディックスレーター、はい、南仏だけにね今日の試合でね1点でも2点でもとにかく取らないからですね、はい、確実に勝てるというような目安がありませんので、今夜の試合絶対に気が許せません。決勝進出は過去5回大会それから7回大会にも決勝に進出しておりますけれども、3度目の正直初優勝を狙うことができるでありましょうか。鶴田がまた場外に飛ばされました。今ヘッドバットですね。バナナと口ぶるを震わせますアブドラザブッチャーであります。 V2 連続優勝、通算3回目の優勝を狙っております。悪の主役にふさわしいアブドラザブッチャーの表情、またのし上がる鶴田がのし上がりました。そしてロープをまたいでまた攻撃に行く長い足を駆使しています。長い足を駆使しています。しかしまた思い切って背中越しにヘッドバットを正面を向かせて、これは強烈、正面を向かせまして北山さんにぶち当てました。思い切って助走を取ってどっかり先方、鶴田立てないか、鶴田立てないか、あーっとカウント 2.5 ですね、そうですね 2.8 ぐらいですか、もうあと一息、危なかったですね。危なかったですね。鶴田息を吹き返すかどうか。さあおっとリングサイドからテリーファンクが来ました。足を掴んだ、足を掴みました。ジャンボ鶴田に稼いだドラー、ジャンピングニーパッド、チャンスチャンス、片指で抑えた、ピーボールか、ピーボールだ、鶴田勝った。鶴田初優勝だ、初優勝へ一歩近づきました。これで決勝進出はまず間違いないでしょう。間違いないですね、しかしこのね、とっても大きいですね。そうですね。さあ場内は大歓声に変わりました。得点2を挙げました。チャンピオンカーニバル初めて黒星アブドラザブッチャーです。さあ容赦なくいきます。いつの間にかレイキャンディーもやってまいりました。鶴田が得点2を挙げまして19点で単独トップの座を、がっちりと守っております。さあ初優勝への得点圏内は山田さんは19点ライン、これをボーダーラインとしておりますけれども、これで間違いなくいくでしょうね。そうですね。さあジャンボ鶴田とテリーファンク、テリーファンクが完全にジャンボ鶴田に加勢に回りました。嬉しい嬉しい、アメリカの市長がいいところでね加勢してくれましたね。そうですね、本当に思わぬね、見てください、友情を確かめ合っております。大変なラッキーチャンスだったですね。これでテリー軍団と全日本プロレス軍団は完全に手を握ったと見ていいですね。そうですね、さあしかしアブドラザブッチャーの動きちょっと見てみましょう。ニックキーテリーファンク、テリーファンクが自分の足をつかみまして、ジャンボ鶴田に加勢をいたしました。今度はどうでしょう。そうだ、これです。テリーファンクとアブドラザブッチャーがまたしてもやり合う、またしてもやり合いました。もうニックキー相手であります。ブッチャーにとりましてはニックキー相手、テリーファンクでありますが、今日は完全にジャンボ鶴田に加勢をいたしまして、あっという間にジャンボ鶴田が見事なピンフォールを収めまして単独トップ19点であります。